こんにちは、ミスターマイアミさん、速稼塾の久保です。今回の動画も良かったですね。特にね、一番最後なんですよ。ステップ1、2、3もあるんですけども、私これがね、本当に共感するんですけども、好きじゃないとできないんですよ、何でもかんでも。なんですかね、気に食わないけどついていくっていうのは本当にね、信頼関係がない状態っていうか、カリキュラムが送られてきたりとか、何かアドバイスいただいても本当なのってところから入ると、それは行動しないですよね。でもこの人が言うんだからその通りだろうっていう風な切り口でいつもいつも見れていると、やっぱり行動もするし、行動に伴う結果も出てくるんですよね。だからね、本当にね、この好きであるってことでつながるっていうのは大事だと思うんですよ。で、私もね、動画発信たくさんしてます。それで、マイアミさんのミスター M さんのね、ステップ1、2、3の中にもありましたけども、現在の行動量と行動力がどのくらいあるかってことは非常に大事。レスポンスが早いのもすごく大事。なぜなら、本当にね、塾に入って塾長っていうのがいるじゃないですか、リーダーが。ボスと言ってもいいのかな、責任者がいますよね。で、塾生のこと一人一人を考えていたら、やっぱなるべく早く返信をしてあげて、なるべく早く悩みを取り除いてあげようと思うはずなんですよ。少なくとも質問なりね、アクションをして、で、しばらくほっとかれるっていう状態ですごく不安なんですよね。その不安要素を与えないために、とりあえず今は、例えばね、忙しくて手が開かないこともあると思うんですよ。そしたら、後ほど返信しますみたいな一行のメールだけでも、スパッとね、秒速で来るとどれだけ安心するかってことなんですよ。そういうふうな、塾生さんとかね、それから、まだね、初心者ですとか、うまく稼げてませんっていう人の心に寄り添うことっていうのが、塾をまとめるものとしてね、大事なんだろうなと私も思うわけなんですよ。で、どちらかというと、これからネットで稼いでいきたいって方は、どっかで、人にアドバイスをする、コンサルをする、塾をするっていうタイミングが現れると思うんですよ。その時に自分が本当にね、助かったっていう風な気持ち、困ってる自分に対してものすごくね、これは感動したぞ、助かったぞっていう風なものをどん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 今のうちに覚えていってですね、で、ぜひ自分がご自身がね、コンサルをする時とか、生徒さんを抱えた時には、それをね、一つでも多く実現させるような、そんなね、リーダーを目指してほしいなと思うんですよ。具体的に言うと、返信動画をね、その一人の人のために毎日のように作ってあげるとかね。で、アドバイスが自分の経験とか知識からきちんと来るもので、妄想で答えてないってことなんですよ。で、どういうことかっていうと、自分に答えられないのは、その辺は分かりませんって答えてくれることですね。それはすいません、経験もないし、勉強不足なんで、的確な返信ができなくて申し訳ないってことをきちんと、分からないことと分かることをはっきりさせてくれる方ね。こういうのも私ね、気にしてるところなんですよ。今回はね、いろいろと申し上げましたけども、ミスター M さんの動画、これね、本当に多くの方が悩まれてるところだと思うんですよ。で、どんな、もうね、いろんな情報があるから、どれが本当か見分けることができないと。その時に最大の見分けるポイントっていうのは、あ、この人好きだなって思えるかどうか、心が動くかどうかだと思うんですよ。そういう意味ではね、ミスター M さんの今回のダンス第3回目ですかね、この動画にそれが入っててよかったなと思います。一番大切なことは、その先生のことが好きかどうか、好きなら信じて頑張りますってことですよね。好きな人の言うことも聞けなくなったら、もはやこれはチャンスがありませんので、ビジネスの世界から退場するということになりますね。動画の出来とっても良かったんで、私はね、このまま第4回第5回と楽しみにしています。いいねボタンもグッとも押しましたんで、これからもね、ますます頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。